愛軍条約は、ロシア帝国と中国の清帝国が、1858年5月28日に、中国北東部アムール川中流の愛軍において結んだ条約。右側の薄い赤が、外満州、外満州の北側が、ネルチンスク条約による清、清ロシアの国境、外満州の南側が、愛軍条約と北京条約による清、清 ロシアの国境条約によって、1689年のネルチンスク条約以来、新国領とされてきたアムール川砂岩をロシアが獲得し、ウスリー川伊東の外満州は、両国の共同管理地とされた。また、清はロシアにアムール川の高校系を認めた。19世紀から20世紀初頭にかけて、清が列強と結ぶことを余儀なくされた、不平等条約の一つである。 太平天国の乱やアロー戦争による深刻内の混乱に乗じたロシア帝国東シュベリア総督ニコライムラビオフアムールが停泊中のロシア軍艦から銃砲を乱射して調印しなければ武力をもって国旅交左岸の満州人を追い払うと脅迫し深刻全権、駅山に認めさせた。現在のロシア連邦と中国の極東部での国境線は この愛軍条約と1860年の北京条約で確定されたものが基本となっているが、その後の河川の流路の変化により、中蘇国境紛争など、両国の対立の原因の一つとなっていた。しかし、2004年にようやく国境全部の確定が完了した。この条約により、実質的にネルチンスク条約の効果は完全に失われた。宮脇順子。 世界史の中の満州帝国と日本ワック株式会社、ありがとうございます。